はい、中学受験生の皆さん、こんにちは。本日は、2012年度第1回の、小学校6年生の、統一合板の社会の解説をしていきたいと思います。で、四角1のまず農業分野の方を解説をしていきますね。で、まず模試を、受けたりとか勉強したりする上で一つ重要な点、社会に一つありまして、で、必ず点数で一喜一憂しないということです。特に社会は、模試を使って勉強するっていうことが一つ有効な手段となります。そのために結局のところ模試だったりとか、過去問だったりとかも全ても含めてなんだけれども、どんな問題が出るのか、どんな問題が出やすいのかっていうところをしっかり知っておいて、で、その後に、じゃあ、どこを暗記した方がいいかっていうところを把握していくと、今後に、少ない時間で、結局のところ、社会の、点数、科目の点数、結果が出るっていうところで、そこをまず、注意して、この問題解説していきたいと思います。じゃあ、資格1の農業に一つ入っていくけれども、まず、問いの方行きましょう。日本の農業水産、日本の農業水産につい、水産業についての文を読み、後の問いに答えなさい。で、まず農業分野から入っていきます。で、日本の農業を取り巻く状況は大変厳しくなっています。日本の農業は1個あたりの、耕地面積が小さく、集約農業が行われていることもあって、野菜や果物などの農産物を、価格が高くなっています。さらに米などの輸入が自由化されたために、外国産農作物との、競争も激しくなっています。そのため政府は関税をかけるなどして国内の、農業を守ろうとしていますが、環太平洋パートナーシップ協定に参加することを決めたことにより大きな打撃を受ける可能性があります。可能性もあり、そうなると日本の食料自給率はさらに下がる可能性があり、かなる可能性もありますということで、この、問題文を読んでいってそれぞれの問いに答えていくんだけれども、まず問1の方を見てみましょう。で、問1、ここすごく基本問題、中学受験の社会で知らなきゃいけないよ、ところのまず、典型的な問題なんだけれども、河川丸1に関連して日本の耕地面積が国土の総面積を占める割合として正しいものを次の A から A 一つ、選び記号で答えなさいということだけれども、まずこれ知らなきゃいけないところが、2つあって、日本の耕地面積と日本国国だね、国土の総面積ここはもう最初の方で習う、もう常識的な問題で、こういった基本的なところをまずしっかり覚えておくこと、地図だったりとか、面積だったりとか、そういったものイメージとして覚えておかなきゃいけない概数、大雑把な概数があります。で、それぞれをしっかり絶対を覚えるっていうところがまず、社会で得点を取る上でのポイントとなります。じゃあそれぞれ日本の、耕地面積は、いくつか、これが 4.6 万キロ平方キロメートルで、国土の方が、38万約で、これも全て、大体の概算で OK です。そんな正確な数字を覚える必要はありません。で、特にもう超基本中の基本はこの国土の総面積38万、平方キロメートル。これに関してはもう絶対に覚えておこうと。じゃあ、今回これを、計算で求めるっていう形で、結局のところ、4.6、割るところの38万
まあ、これを計算すれば、割合がいくつになるかということになっていて、でこれが、大雑把に 0.121 ということになります。なのでこれがまず答えとしては、約 12% が答えとなります。なのでまずしっかりこの2つを覚えておくこと、これを覚えておくことによって他の結局のところ入試問題だったが、解けるようになってきます。こういったところをしっかり覚えること、これを繰り返し覚えておくことが結局のところ社会の点数を上げる、一番の秘訣となります。まあ秘訣というか当たり前のことは当たり前にやるっていうことがまずこの教科で一番重要なことです。でじゃあここで結局問1はそういった形で答えがイとなります。問1の答えはイ、約 12% っていう形になります。でじゃあこのまま引き続き問2に入っていくけども、問2は丸2の集約農業、というものが河川引かれてます。で、河川の丸2の説明として正しいものを次のアからA から一つ選び記号で答えなさいということだけども、問2番いってみましょう。で問2番でも、重要なポイントっていうのは集約農業ってそもそも何ってことです。集約農業、まずここを根本的に知っておけばこの問題は解けると思います。文章を結局のあ、い、う、えのそれぞれの選択問題から、選ぶ問題ですので、しかも正しいものを選ぶっていうことで、それに合ってるもの、集約農業ってものが何なのかっていうものに合ってるものを選べばいい問題だからね。じゃあ集約農業ってこの字のごとく集めるっていうことです。で集約して行うっていうことで、でこれが結局のところ、人でもしくは肥料を、まあ狭い、田畑にたくさん使うと、使って、まあ、生産量を増やす、農法となります。まず集約農業をしっかり理解するっていうこと、として、人でいやもしくは肥料を、狭い、まあ、田畑にたくさん使って、生産量を増やすことが集約農業っていうものになります。でここをまずしっかり頭にじゃあ把握した上でこの問題読んでみましょう。読んでいくと結局のところ、まずあ、都市の住民に販売をすることを目的として、都市周辺で行われる農業、い、化学肥料や農薬などを使用せずに、行う農業、う、多くの肥料を使うなどして生産性を高める農業、たくさんの機械を使用して人手をかけずに、効率よく、耕作する農業。わかったかな、これ答えは結局のところうとなります。う、多くの肥料を使うなどしてっていう形でここの部分肥料をたくさん使うっていうところがあるんだね。だからこれ答えはうとなります。でちなみにそれぞれこの後見ていきたいんだけれども、あに関してどんなことか、どんな農法かっていうところをそれぞれ見ていきましょう。ここでしっかり覚えてしまいましょう。で都市の住民に販売することを目的として都市周辺で行われる農業ってことで、これ近郊農業のことを指してます。あは近郊農業のことを指してますよ。これも一緒に覚えちゃいましょう。でじゃあ
は何かっていうと、これ、化学肥料や農薬などを使用せずにってことで、ここが集約農業と違うポイントなんだね。で、こういった農法っていうのを有機農業、まあ、有機栽培って言われるものなんだね。有機農業について話をしてますよと。でここまではあと意に関しては、まあ社会を解く上で常識として知っておかなければいけませんと。で絵に関してはこれはまあ習ってない子もいるかもしれません。でこれはたくさんの機械を使用して人手をかけずに効率よく、工作する農業ってことで、これ企業的農業って言います。でどっちかといえばこれは中学受験で扱うというよりは大学受験の地理で出てくる基本問題なので、ここはあまり、気にする必要はないかもしれません。でも一応一緒に覚えとこう。企業的農業で、企業的農業ってどういうことかっていうと、たくさん機械を使ったりとか広い面積があるような土地に関して、逆に集約農業と逆のパターンになります。広い、土地を使って結局この飛行機だったりとかもうでっかいトラクターを使って、で人手をかけずにもう、まあ、効率的に行うことを企業的農業って言います。でただここは中学受験ではほとんど出題範囲には入んないので、まあ、知ってるぐらいで十分です。で、まあ、っていう形ですね。ごめんごめん。で、問い2の答えはうだよっていうことです。じゃあもう次、どん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 いっちゃいましょう。今回ペースすごく早くいきますんで、何度も何度も、もしわからなかったことがあったら、止めてみるなり、まあ、繰り返し見てください。で、じゃあ問い3番いきましょう。問い3番、続いて。じゃあ問い3番、河川丸さんに関する、後の問いに答えなさいということで、これ括弧123、問題が3つあります。で河川丸さんは野菜についてですと。でじゃあ野菜について括弧1、次の地図は、あるの、野菜の生産量が多い上位4つの、都道府県を示したものです。この野菜にあたるものを後のあからえ、一つ選び、記号で答えなさいっていうことだけれども、じゃあこの、色がついている場所に関してが、福島県と群馬県、埼玉県、宮崎県っていう形、になります。でこれそれぞれ回答で与えられているものは、あがピーマン、いがキャベツ、うがキュウリ、えがナスっていうものだね。でそうすると、これそれぞれやっぱり野菜に関しても、どの農作物がどの都道府県で結局栽培されているかっていうことをしっかり覚えるっていうところが、まあ社会のテストを解く上で、結局のところ重要だよってこの模試が言ってます。で結局こういった地図だったりとか農作物をきちっと覚えられるか覚えられないかが1点2点取れるか取れないかですごく差が出ます。でこういったところをおろそかにする子は最終的にやっぱり合格点に届きません。本当にこれは。で、でもこういったことをきちっとやる子に関しては合格点が、まあ見えてくると。逆にその方、そういうことをきちっとやっている人の方が合格するんだよというところです。なので、しっかりここを、覚えていきましょう。嫌だなぁとも思うかもしれないけれども、それでもまあその先新しい中学校、まあ高校に行けるっていうところがまず一つ、そこを目指して頑張っていきましょう。じゃあそうすると括弧1のそれぞれ農作物、ピーマン、キャベツ、キュウリ、ナス、これ、それぞれ上位結局のところ、まあ、4件から5件はしっかり覚えてくる。でもどうしてもっていうんだったら上位3件これは絶対覚えること。で上位3件、まあそれぞれ書いていきますけれども、まあ4件書いていこう。ここでは4件になってるからね。でじゃあピーマンに関して茨城、まず1番茨城で2番
宮崎。3番が高知。4番が鹿児島。はい、で、次がキャベツが、群馬。2番が愛知。3番が千葉。4番が茨城。で、じゃあキュウリの方が、1番が宮崎。2番が、群馬。3番が福島。4番が、埼玉。で、那須が1番が高知。2番が、熊本。3番が、福島。4番が、群馬。で、これを必ず、まあ、しっかり頭に入れる、暗記をするっていうところが、結局のところ、社会の点数を上げる近道となります。で、じゃあこれを元にして結局問題を解くと、これさっきも言ったように、色が塗られているところは福島県、群馬県、埼玉県、宮崎県となるので、答えはキュウリと思います。キュウリで、じゃあ、最悪、それぞれのものを見ていったときに気づかなきゃいけないところとかっていうものが、まあいくつかあるけれども、まあでもまあそうだな、まだこれ4月の解説なので、やっぱりあまりテクニックというよりは、しっかり基本的なことを教えるっていうふうにやっぱり行きたいので、ちょっとここではテクニック的なものはやっぱり省略します。なので、これしっかりこの上位4件皆さん覚えてください。で、じゃあ次行きましょう。次、問い3番終わって、問い、まあ問い3番、カッコ1が終わって、今度カッコ2だね。で、じゃあカッコ2番、野菜農家が悩んでいる点として正しくないものを次のアからエ、から1つ選び、記号で答えなさいということですけども、じゃあこれそれぞれ読んでいくと、まあその前に、もう一度、農家、野菜農家が悩んでいる点だね、として正しくないもの、悩んでいないものを選ばなきゃいけないので、これしっかり、気をつけましょう。で、じゃあ、あいうえってそれぞれ読んだけども、農家は減反政策に従わなければならない。い、取れすぎると、生産量が、あ、ごめん、生産費が、売り値を上回る時がある。う、同じ畑で、同じ野菜を続けて栽培していると連作障害を起こしやすい。天候に左右されるので生産量や売り値が
不安定であるっていうことで、じゃあ農家として普通に農作業をしていったら、まあどんな問題が生じるかなって、こう、想像力が働けば、もしかしたら、仮に知らなくても解けるかもしれません。で、結局のところ、これ、減反政策っていうところに従わなければならないっていうところなんだけど、この減反政策が、しっかり分かってるかどうかっていうところが、まあでも、この全体、問題としてのポイントとなるのかな。減反政策。減反政策を詳しく説明していると、まあかなり長いことになるので、まずこれって減反政策って何かっていうと、お米の量、単純にお米の量が、まあ、日本でもね、日本のお米の量、日本のお米のまあ総量としようか。総量、まあ総生産量かな。をまあ減らす、政策だよと、少しずつ減らしていこうっていう形で、結局のところ、まあ、高度経済成長以降に日本人があんまりまあ米食、まあ、パン食が増えたりとか、そういったことがあって、お米が売れなくなったということで、日本のお米の量を少しずつ少しずつ減らしていこうっていうのが、まずこれ、基本的な減反政策の流れだったんだね。で、これが結局のところ、ポイントなんだけれども、これは野菜農家の話なので、結局、これお米に関してのものなので、これは正しくないです、うん、だからこれ、もう最初から答えに行ってしまったんだけれども、これ結局答えはアになるんだ。ただこれ、野菜農家が悩んでいるっていうところが一つポイントで、で、これ減反政策に関してはお米の農家が、悩むことはあるかもしれません。だけれども野菜農家は減反政策に関して悩んだりはしません。なので、これ答えが、あになるよということになります。括弧に、あとはまあそれぞれ取りすぎる生産量が生産費が売りの上回る時があるとか、こういったものに関しては、まあイメージすれば、まあ、野菜を作っている人からしたら、まあ難しいのか、まあそういった問題が起こるのかなっていうような感じになると思います。で、まあシンプルにまず覚えとかなきゃいけないところをまず一つ見ていくので、減反政策、ここに関して、まずしっかり覚えていきましょう。で、ただ同じ畑で同じ野菜を続けて栽培していると連作障害を起こしやすい。これは、しっかり覚えておきたいポイントにはなるので、連作障害、まあ、これそのままその通りの、説明が書いてあるので、これで覚えちゃいましょう。連作障害っていうのは、同じ畑で同じ野菜を続けて栽培するしていると、まあ野菜が育たなくなってしまうっていうところがあるということです。そういう問題があるんだなっていうのは覚えておきましょう。じゃあこのまま続けて括弧3番いっちゃいましょう。括弧3番、括弧3番が野菜、日本の野菜の輸入先を、金額順に示した次のグラフの、まあ、波線の部分だね、に当てはまる国を名前、当てはまる国の名前を答えなさいっていうことだけれども、これ輸入先、野菜の輸入先
お米もそうなんだけれども、この後出てくるから、この後説明するけれども、野菜とお米に関しての輸入先、上位3国は覚えておきましょう。野菜に関してね、野菜。上位3国。はい、1位。これは答えになるけれども、1位が中国。もうこれは基本中の基本として、もう常識なんだなっていう風な形で覚えておきましょう。中国、アメリカ、韓国の順番だよと。日本の、野菜の輸入先っていうのは中国、アメリカ、韓国の順番。上位3県まではしっかり覚えておきましょう。輸入先、輸出先っていうのは基本的にこれ、どこも覚えておかなきゃいけないものです。でもこれを覚えてしまえば、結局テストの点数が取れるっていうことを一つ考えれば、簡単なんだなっていうところで、捉えていきましょう。頑張って、まあいろいろ暗記の仕方とかっていうのはいろいろあるけれども、まあまずは繰り返し繰り返しやるっていうところが大事です。で、暗記の仕方っていうのも、まあ逐次少しずつ入れてはいくけれども、でもまあ基本的に今はまず最初に素直に覚えていきましょうということです。なので、これ答えは中国っていう形になります。野菜に関して上位3国は中国、アメリカ、韓国だよということです。これしっかり覚えましょう。じゃあ次、問4番。問4番は、今度果物に関してだね。問4番、で括弧1、日本の農業別、の産出額の割合を示した、次のグラフのうち果物に当てはまるものを R から A から1つ選び、これ記号で答えなさいと。なお、他は畜産物、お米、野菜の順番、野菜を示していますということです。で、じゃあこれ結局のところそれぞれの、米、畜産物、野菜、まあ、あと果物も含めて結局生産別の生産額を、しっかり見ていくということが大事になるんだけれども、イメージとして結局畜産、肉だね、肉だったりとかお米だったりとか野菜って、こういったものと、果物の値段と、あとじゃあどれぐらいみんなの食卓に出回ってるかっていうことを、まあ日常の生活からイメージしたら、結局この3つのうち果物がまあおそらく少ないだろうなっていう、発想があったらこの問題は簡単になります。答えはそういうふうな形で考えると、生産額、まあ生産量も一番少ない、A、これが答えになります、農作物に関して。で、じゃあ、このまま、括弧2に行くけれども、主な果物の、生産量の移り変わりを示したグラフ、A から D に当たるものの組み合わせとして正しいものを、後の A から A から1つ選び、記号で答えなさいということですけれども、で、これが、多分、この農業の問題で、まあ、結構難しいかなという問題ですね。じゃあ見ていくと、ABCD ってそれぞれのグラフがあって、で1個、まあそれぞれのも、まあ、さ果物がみかんとりんごと日本梨ぶどうとなります。でここで問題を解く上で一つ覚えとかなきゃいけないのが、貿易摩擦1980年代以降に起きた貿易摩擦の起きた結局果物のうち、一番この貿易摩擦の影響を受けた果物が何かっていうところが一つこの解法のポイントとなっていて、この、まあ1980年代でね、
まあ確かにこのグラフは2000年以降、1990年代後半からの問題なんだけれども、1980年代の貿易摩擦の影響でずっと生産量が、少しずつ少しずつ落ちている、果物があります。でそれが結局のところ貿易摩擦によってオレンジの輸入が解禁になったことによってみかん、によって結局みかんの生産量っていうのは少しずつ少しずつ減ってる。でこれは今も減っています。なのでグラフを見たときに結局ここで、Aだけが少しずつ少しずつ減ってってるっていう形になるので、これ、まずこの A がみかんになるっていうところが一つ、もうこのまあもうこれでもう答えが A になるんだけれども、まあポイントとして覚えとかなきゃいけないことだよということです。でリンゴは基本的に、ほとんど 100% 日本のリンゴで賄っています、現状は。まあなので基本的に輸出をするぐらい日本はリンゴが余ってるんだなっていうところをまず一つ覚えておいてください、他の点としては。で、梨、ブドウに関してだけれども、まあ、ブドウは輸入が結構あります。でまあ梨も、まあ輸入はまあ韓国からまああったりなかったりっていうところもあるけれども、でもまあそこまで、生産量が両方低いんだなっていうところ、まあ他のみかん、りんご、日本梨、ぶどうってそれぞれ比べてったら、まあよくみんなが食べる量をイメージしていくと、梨かぶどうはまあおそらく C か D になるんだなっていうところをぐらいまで知ってればこの問題は十分です。ただまあこのさっき言ったみかんの、まあ貿易摩擦による、輸入のまあ自由化に伴ってみかんの量が減ってるっていうことは、覚えておきましょう。じゃあ問い5番、このままもうサクサクいっちゃいましょう。はい、じゃあ問い5番、河川丸5に関連する、後の問いに答えなさいということだけども、括弧1番、今度お米に関してね、丸5、お米です。うん、お米。で、日本の括弧1、日本の、米の輸入先の量の順に示した次のグラフの A から C に当てはまる国名の組み合わせとして正しいものを、後の A から A 一つ選び、記号で答えなさいってことだけども A、B、C っていうことで、これさっきも言ったように、米の輸入上位3県、3つの国だね、もう覚えておきましょう。はい、で1位がアメリカ、2位がタイ、3位が中国、これまず、まだ小学校、まあ、6年、でまだ入試まで、まだ9ヶ月近くある時期ですので、まだこういったものはしっかり覚えるって形でテクニックで選んでいくっていうよりは消去法だったりとかそういったものも大社会では解く上ではすごく有効な手段になりますけれども、
それに関しては過去問だったりとかそういったもので解説していくので、で、これに関しては結局基本的なことこの上位3件しっかり覚えておきましょう。米の輸入に関しての上位3件、3つの国だね、国に関してはアメリカ対中国っていう順番です。これしっかり覚えましょう。なので答えは、問い5はのカッコ1だね、カッコ1はイになります。イ、カッコ1、イだね、しっかり覚えましょう。で、じゃあ引き続きこれカッコ2番、2010年のお米の収穫量の多い上位4つの都道府県を示した図を、次のアからエ一つ選び記号で答えなさいっていうことなんですけれども、これがすごくまあある意味分かりにくい問題なんだけれども、分かりにくい問題というかこれが今年当てはまるかどうかに関してはすごく注意しなきゃいけないポイントとなってます。で、なんでかっていうと、あ、い、う、えってそれぞれ見ていて、まず米の収穫量の上位 2件はまずもう口酸っぱくして言われてると思いますみんな。これ新潟と北海道であるっていうことで、で、それを結局覚えておけば、これ問題は簡単に解けるようにできてます。で、結局新潟と北海道が、色を塗られているのは A しかないということで、これ答えは A なんだ。で、ただし、上位、5件の中で結局のところ、5番目4番目はよく変動します。この時は、結局のところこの写真つまり2010年の米の収穫量の時は福島県入ってました。でも、残念ながら、これ地震以降に関しては、お米福島県は上位4つに入ってません。なのでこのグラフこの、地図の色の塗りつぶしに関しては2012年の収穫量だったりとか2011年っていうふうに、問題が作られている場合はこの通りにはならないので、ここだけは注意しましょう。で、現在のデータ平成24年のデータで、知る限りだと順番としては新潟、新潟県、北海道、で、秋田、茨城、最後に山形で、ただこの山形に関してはこれ、宮城って出てるところもあると思います統計上。なので、これもすごく年によって上下するっていうところを覚えておきましょう。なのでまず絶対に覚えとかなきゃいけないのは上位3県、新潟と北海道と秋田に関してはこれはほとんど動かないので、もう常識として覚えとかなきゃいけないのは上位3つなんだなっていうところは1つ把握しておきましょう。で、4位以降はよく動くよっていうところも、覚えておきましょう。なので判断材料としては常に上位3県が判断の材料になるんだなって。で、4位5位は基本的に動いたりするので、まあこうそこをつくような問題はほとんど出ないんだなっていうところも一つ覚えておきましょう。だから、これ3つ上位3件はしっかり覚えておくと、でそれをもとにして、答えると答えは A になりますということです。じゃあこのまま引き続き、問い3番括弧3番のね、問い5の最後のカッコ3番いきましょう。そうすると日本で行われている米作りの工夫として正しくないもの、ここにも正しくないものが出てきました、を次のアから A から1つ選び記号で答えなさいっていうことですけれども、品種、まあそれぞれ見ていこう、アが、品種改良を行ってより病気に強い米の品種を開発する。イがビニールハウスで促成栽培を行い時期をずらして
ずらした米作りを行う。うが、堆肥などを使用して、環境に優しい米作りを行う。えが、ビニール、ブランド米を、生産して、高くても、売れる米作りを行うっていうことですけれども、これうんってもしかしたら気づいたかもしれません。ビニールハウス、促成栽培って、これはお米ではなく、野菜だね。ピーマンとかナスとかを作るときに使うのが、まず最初に覚えたものだと思います。促成栽培といえばピーマン、ナス、これお米では使わない農法なんだね、ビニールハウスを使うっていうことは。なので、これ米作りの工夫として正しくないものはこれ、イになります。答えはイです。となります。じゃあ、引き続きカッコ4番いってみましょう。カッコ4番、米の生産量を増やすために行われている、図のような工夫の名前として、正しくないもの、あ、正しいものね、正しいものを、次の A から A から一つ選び、記号で答えなさいっていうことだけれども、これ、まあ農業に関しての問題で、よく学ぶものですけれども、農法だね。土地の下、結局のところ田んぼ、田んぼの下に土管のような、まあ管を作って、で、そこに水を流すっていう、まあ工夫だね。これに関しては、答えはもうあになります。暗渠排水、この絵と合うものに関してはあの暗渠排水、となります。で、他の、それぞれ、まあ農業の工夫を説明していくと、暗渠排水はまあこの絵の通りになります。田んぼにある水のを排水をしやすくして、水の入れ替わりを良くすると、そうすることによって、まあ栄養っていうものが、まあ水が腐ったりもしないし、そういったもの濁ったりとかそういったものもない、つまり、きれいな水っていうのが常に、循環するような仕組みなんだね。で、じゃあ次、イの脚度に関しては、これ見ていくと、あまり農業に適さない、畑作とかそういったものに適さない土地に、まあ、栄養を含んだ、土を入れることによって、まあ、土を、まあ、入れることだね。それが脚度っていうふうに言います。で、じゃあぬるめに関しては、これは絵で説明した方が早いかな。ぬるめは稲作に関しての、まあ、一つの工夫だけれども、こうやって用水路があったら、こういった形で、用水路をもっと長くして、まあ、水が流れていくと。で、この水が冷たい水であることが多いので、こういった形で、田んぼにある水と、急に田んぼにある水、まあ、田んぼに対してここにある水があまりに水温が低いと、まあ、お米が、稲が、まあ、びっくりしちゃうので、こうやってぬるめを引くことによって、この間で
太陽の光。を当てて、冷たい水をあったかい水にすると、これがぬるめのことですよということです。これもしっかり覚えてみましょう。で、干拓っていうのは、基本的に、まあ海の、まあ土地、基本的には海が流れているような土地とか砂浜とかそういったものを、土地、まあいろいろ人工的に土地に変えちゃうことなんだね、干拓は、ということです。これ、括弧4に関してもしっかり覚えておきましょう。で、じゃあ、次問い6に行きましょう。問い6、河川丸6の英語、環太平洋パートナーシップ協定に関しての、略称だね。略称として正しいものを、次の、A から A から一つ選び、記号で答えなさいっていうことだけども、これに関しては、まあ中学受験である意味今でも結構ニュースで取り上げられてると思うので、まあ時事問題に近いけれども、環太平洋、環太平洋パートナーシップ協定だね。これは、略称に関しては答えのあ、答えはあになります。これはもうしっかり名前と略語だけしっかり合うようにしてしまえば十分です。TPP ということですね。で、この後 EFTA、ウの EPA、A の、WTO ってそれぞれあるんだけれども、中学受験で絶対覚えとかなきゃいけないのは、A の TPP と、A の WTO だけ、この2つだけ覚えておけば大丈夫です。FTA と EPA に関してはどっちかといえば大学受験の地位で問われるような問題ですので、覚えなくても大丈夫です。これに関しては、気にすることはありません。で、じゃあ TPP が日本名で言うと、さっきも言ったように環太平洋パートナーシップ協定で、WTO が、これ世界貿易機関、これだけは覚えておきましょう。貿易機関が WTO となります。これはしっかり覚えておきましょう。世界貿易機関という感じで、問い6はこんな感じだね。で、じゃあ最後問い7いきましょう。問い7は、問い7、河川丸7、だね。河川丸7、これが食料自給率。はい、食料自給率出てきました。で、これも超基本問題です。地理で絶対覚えとかなきゃいけない問題の、一つですので、これは、取れた子はよく覚えてたなっていうところで、で、これを絶対忘れないようにするっていうこと。で、取れてない子はまずいなって思った方がいいと思います。6年生の時点でこれが、これを覚えていないっていうのはかなりまずいんだなっていうところで、しっかり、これは解けるようにしましょう。日本の米、全体の自給率だね、食料自給率は数字を言ってしまえば、約 40% で 38% だっていう人も、先生も中にはいると思います。で、これに関しては、39%、40%、38%、 入試問題によって数字が微妙にばらつくことはあったりとか、先生によって説明が違かったりとかするのかもしれないんだけれども、職業自給率に関してはもう常にこれだけ入れといてほしいのは、40%、 約 40% だよっていうこと。約 40%、 これだけはしっかり覚えておきましょう。
この数字が 1%、2% が問題によってずれることはあっても、この概算、大雑把に 40% ぐらいっていうのは絶対に崩れないので、これはしっかり覚えておきましょう。という形で、以上で農業分野、資格1の農業分野が終わりになります。これすべて、基本問題で、しっかり、覚えておかなきゃいけない問題なので、まず絶対に、落とさないことで、まあでもこれを点数で一喜一憂するんじゃなくてね、これからじゃあこのもしできなかった子は、これからどうしていくかっていうところの方がポイントですので、しっかり、まあこれをバネに、頑張っていきましょう。じゃあ、以上で解説の方を終わりにしたいと思います。合格に向けて、皆さん頑張っていきましょう。